お世話になっております、マサルです。今回はリバースプロキシを使ったシングルサインオンについて一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず最初にシングルサインオンについて概要を勉強します。その後リバースプロキシを使ったシングルサインの仕組みについても勉強していきます。それでは始めていきましょう。シングルサインオンは一度の認証で複数のサーバーやアプリケーションを利用できる仕組みのことを言います。シングルサインオンがない場合は利用するサーバーやアプリケーションごとにログインして利用する必要があります。各サーバーやサービスを利用するたびに認証するのは少し面倒くさいですよね。そこでシングルサインオンを利用すると一度の認証でクライアントが利用可能なサービスをすべて利用できるようになります。何度も認証する手間を省くことができるので利便性を高めることができています。また最近ではサービスごとに利用するパスワードを変えましょうというルールがあったりしますが、認証する機会を減らすことができるのでパスワード管理の煩雑さもシングルサインオンを使って解決することができています。いちいち認証するのがめんどくさい、サービスごとにパスワードを管理するのがめんどくさい、そのような問題点をシングルサインオンで解決できるということですね。シングルサインオンはリバースプロキシを使って実現をすることができます。リバースプロキシはインターネット側からクライアントの接続を待ち受けて内部のネットワークへ通信を代理してくれます。イメージとしてはリレーのバトンを渡すようなイメージですね。インターネット側から送られてくるクライアントからの要求を受け取って、クライアントの代わりにサーバーにアクセスして情報を取ってきて、その内容をクライアントに返してあげます。リバースプロキシを使ってシングルサインオンをする流れを見てみましょう。インターネット側にいるクライアントは直接サーバーに対してアクセスをするのではなく、リバースプロキシに対して接続を行います。接続したタイミングでユーザーの認証を行います。正規のユーザーであることを確認できたら、リバースプロキシサーバーが内部のサーバーへ代理で通信を行い、クライアントの通信を代理してくれます。各サーバーはリバースプロキシサーバーからの通信は信頼できる通信として設定をしておきます。クライアントからするとリバースプロキシサーバーで一度認証すればよく、利用したいサーバーごとに認証するという手間を省くことができます。リバースプロキシサーバーでシングルサインオンを行うことによって利便性を高めることができているということです。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは勉強だけではなく横のつながりもできるようにいろんなイベントも用意しています。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。シングルサインオンってのはシングルが一度のサインでオン、利用できるって意味なんですがね。この仕組みとっても便利でね、たくさんの人が使ってるわけなんですよ。何につけても利便性とセキュリティは、トレードオフなんて言われまして、利便性を高くしようとするとセキュリティがおざなりになって、セキュリティを高くしようとすると使い勝手が悪いんですね。なかなか難しい世の中でございます。皆さんもシングルサインオン利用するときにはシングルで利用する認証情報を大切にしてくださいね。盗まれてしまうと被害がとんでもねえことになっちゃいますからね。どうぞお気をつけなさってください。それではお後がよろしいようで、皆さんどうぞチャンネル登録よろしくおくんなまし。